今日のテーマは2つ目でございます。最初に新型コロナの現状と対応につきまして、緊急事態宣言が1ヶ月延長されたわけでありますが、引き続き市民の皆様には不要不急の外出移動の自粛などですね、皆さんご不便をおかけしております。また飲食店の皆様にも、営業時間の短縮などですね、経済的にも大変だと思いますが、ご協力をいただいて感謝申し上げたいと思います。県内の感染状況はご案内の通り、政府分科会の指標で見ますと、病床の占有率、療養者の数などがまだステージ4に該当する状況であります。県が設定をしております国に解除要請するための2つの目標で見ますと、判断基準の1つ目、新規陽性者の数ですが、だいぶ減ってきております。2月8日現在 93.6 名、目標達成しております。しかし2つ目の基準、病床の稼働率を見ると、760床最大確保を病床しておりますけれども、稼働率が 50% 未満とはなっておりません。2月6日現在、69.2% という高止まりした状況が続いております。そこで、北九州市内の感染状況であります。まず画面の位置でありますが、本市の陽性患者の数のグラフであります。ここ数日間は一桁となる日もありますけれども、予断を許さない状況であります。クラスターがもし発生しますと、数が一気に増えるという、まだそのリスクは高いわけであります。次に画面の2の表をご覧いただきたいと思います。この画面は感染状況につきまして福岡県と本市を比較した表です。依然としてこの赤のところ、病床が逼迫した状況にあります。次に画面の3のグラフをご覧ください。それぞれメディア各社において市民に分かりやすいような工夫がされておりますけれども、これはTNC さんがこのステージに応じたそれぞれの状況を非常に分かりやすく説明していたグラフでありまして、それをイメージをお借りしたものであります。画面はですね、この見ていただくと、病床の占有率および重症の病床占有率はステージ4に赤くなところにあります。福岡県の解除目標で見ますと、新規の陽性者の数は本市において33人未満が目標ですが、2月8日現在 10.0 人、7日間連続で33人未満となっておりまして、目標を達成できております。で、病床の稼働率ですけれども、本市においては68床の未満が目標となります。2月8日時点で見ると136床のうち94床が稼働しておりまして 69.1%、 非常に厳しい状況が続いております。なお重症は18床の確保しているうち14床 77.8% ということでございまして、他のところはもうステージ2まで非常に落ち着いた状況になってきているわけでありますが、この病床の稼働率というのが本市の状況の中で一番気になるところでありまして、これを何としてでも抑え込んでいく、そのためには新規の感染者の数を出さないという、ということであります。次にワクチンの接種について触れたいと思います。いよいよ日本でもワクチンが承認をされて、来週から医療従事者のワクチンの接種が始まるということであります。4月からは高齢者への接種が始まるというふうに聞いております。この新型コロナの感染拡大を抑えまして、医療体制を維持する切り札として市民の期待するところは大変大きいと思います。明日第1回の北九州市新型コロナウイルスワクチン接種推進本部を開催します。この会議におきましては、接種会場、実施体制、
接種の流れなどを協議いたします。会議後には内容を公表させていただきます。会議にはオブザーバーといたしまして、北九州市医師会の新井会長にご参加をいただきます。この国家プロジェクトといえるワクチン接種事業、医師会を含めたオール北九州で共に乗り越えていく覚悟を表明できればと考えております。市民の皆様が安心して一日でも早く接種していただけるように、ワクチン接種の体制整備に全力で努めてまいります。次に緊急経済支援策であります。資料を配布させていただいております。すでに、基本的な考え方を表明しておりますけれども、緊急経済支援クラウドファンディングを活用したハルニック券、これいよいよスタートいたします。市内の飲食の店舗にお申し込みをいただきまして、2月13日から2月23日までの11日間で市民を中心とした皆様に支援を募ることといたしました。ぜひ皆様のご協力をお願いしたいと思います。なお集まった資金は3月上旬を目途に参加店舗にお届けをする予定であります。去年夏に行く件は大成功でありました。詳しくはお手元配布の資料をご覧いただきたいと思います。なお今後の経済支援につきましては、現在令和2年度の2月補正予算、そして来年度令和3年度の当初予算におきまして、さらにそれを追加する予定でございまして、これが決まりましたら詳細をご説明させていただきます。次に、感染症法が改正をされたわけであります。先般もお話、ご質問ございまして、罰則という問題についてどう考えるかということがございました。この飲食店に対する命令ができる、従わない場合は過料を科すことができるという内容であります。これにつきましては、欧米の事例なども申し上げまして、勤労者の賃金、また店舗への補償ということについてはそれぞれの国が相当にベストを尽くしております。そうした状況も合わせ考え、またこの日本国内におけるさまざまな事業者の声を聞いておりますと、現状の協力金の支払いということでは、十分な保障がセットになっていないのではないかという声も強いわけでありまして、そうした意味ではですね、事業者も大変苦しい中を協力していただいておりますので、個人的にはこの法改正抑制的に運用していただければというふうに先週コメントしたわけであります。と同時にですね、この感染症法の改正の中には、入院の勧告、積極的な疫学調査について正当な理由がなく拒むと、こうした場合には過料が定められておりました。幸い北九州市内においてはですね、こうした事例は報告はされておりません。さてこの課題でありますが、この悪質なその調査対象者というのはもし仮に出た場合にはですね、正当な理由もなく調査を拒否すると、そうした場合には一定の強制力となるためにですね、感染経路、濃厚接触者の把握の助けになると思います。ただ市民の権利への制限につながりますから、適用については慎重な運用が必要だろうと思いますが、市民の皆様にはこの機会にぜひ調査や入院などにご理解とご協力をよろしくいただきたいのであります。この感染症法につきましては Q&A が後日国から示される予定でありまして、その内容も踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。以上いろいろと申し上げたわけでございますが、この3月7日まで緊急事態宣言が続くという予定ではございますけれども、このために社会経済文化さまざまな面で市民は行動の制約を受けております。経済的な疲弊は大変大きくなっております。その意味ではこの期限を待たずにですね、市としてもこの病床の状況の改善をはじめとして、この新型コロナの感染状況をしっかりと
落ち着かせてですね、1日も早くその期限を待たずに解除できるように、その目標に向かって全力で頑張っていかねばなりません。今一度市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いを申し上げたいと思います。今日は一つ発表案件がありますので続いて申し上げたいと思います。脱炭素社会に向けて、日本の国また自治体は世界と協力をして前に進もうとしております。そこで本市としましては2025年度北九州市の公共施設は再生エネルギー再エネ 100% 電力化すると、という新たな取り組みをスタートしたいと考えておりまして、そのことについてご説明をさせていただきます。本市のすべての公共施設を2025年度までに再生可能エネルギー由来 100% の電力に切り替えます。再エネ普及のため新たな蓄電システムをの先進都市に向けた取り組みを開始したいのであります。背景としましては2050年の脱炭素社会の実現を目指す総理の所信表明後、民間企業や自治体などの動きが活発になっております。またバイデン大統領がパリ協定の復帰を宣言し、脱炭素の動きが世界的にも一層加速しております。こうした中、北九州市も昨年10月ゼロカーボンシティの宣言をしたところです。これまで地球温暖化対策において高い目標を掲げ取り組んできた本市としては、新たに3つの取り組みを始めます。1つ目であります。本市が所有している公共施設は約2000でありますが、その全てにおいて2025年度までに市内の再エネ発電所の電力を利用して再エネ 100% の電力といたします。2025年までに市内再エネを利用して全ての施設を対象とした取り組みは都道府県政令市初めてだと考え聞いております。来年度ですが、本庁舎、区役所、小中学校などの約200施設、約全体の1割ですけれども、この200の施設において実施をいたします。2つ目でありますが、再エネ 100% 北九州モデルによる再エネの普及であります。再エネ 100% 北九州モデルは市内のエネルギー使用に関する再エネ 100% 化に向けたロードマップマニュアルであります。イメージにつきましては別紙1をご参照ください。ロードマップには3つのステップがあります。ステップ1、ゴミ発電、市内再エネ発電所や地域電力会社を活用し再エネ利用に切り替えることであります。次にステップ2であります。再エネが持つ発電量が天候に左右されるとか、発電単価が火力発電などに比べて高い、このように再エネ普及にあたって課題があります。それを解決するため太陽光パネルと蓄電池を組み合わせたシステムの実証を開始します。この仕組みによって安価な再エネを蓄電することができます。電気代の低減につながっていくと考えます。ステップ3であります。この太陽光パネル、蓄電池に加えてエアコンなど省エネ機器を加えることで、太陽光発電による総エネ、蓄電池による蓄エネ、省エネ機器による省エネといった3つの視点で安定安価な電力供給システムを目指すものであります。またこのシステムの特徴の一つですが、太陽光パネル、蓄電池、省エネ機器を所有せずに利用すると、この考え方でですね、機器設置には初期コストが一般にかかるわけです。それがこの事業継続にいろんな課題になるわけでありますが、この所有せずに利用するという方針でいきますと、機器を設置する際の初期コストが不要となります。電気利用者が電気料金を支払うだけのいわゆる第三者所有モデルの導入を図ることです。こうした電気代の低減や初期コスト維持管理費ゼロといった再エネに関する新たなビジネスモデルを構築することは、民間施設への普及も念頭に意義があると考えます。以上2つ取り組みを申し上げましたが、次に3つ目であります。
北九州の都市圏域で交流を続けておりますが、その圏域全体で連携した脱炭素の推進であります。本市の脱炭素の取り組みを本市のみならず周辺の自治体にも呼びかけ、一緒になって域内全体で面的な脱炭素を目指し協議を進めているところです。こうした取り組みも先駆的なものと考えております。このケースがモデルになって日本全国に広がることを期待しております。こうした3つの取り組みを柱に、北九州市は蓄電池を活用した蓄電システム先進都市を目指します。再エネの普及拡大に貢献してまいりますとともに、洋上風力発電の準備を2年後着工ということで、今鋭意進めているわけでありますが、洋上風力発電の関連産業の総合拠点化というものの後押しにもつなげていきたいのであります。結びに本市は再エネの普及と新たなビジネスモデルの構築に取り組むことで環境と経済の好循環を目指してまいります。ゼロカーボンシティのトップランナーを目指しておりますが、脱炭素の先行事例を全国に広げてまいりまして、国の脱炭素ドミノの取り組みにも貢献していきたいと考えております。私からは以上であります。ご質問を受け止まりたいと思います。あとは発表公報についてご質問があれば、たくさんよろしくお願いします。毎日新聞の浅野と申します。先日自民党の PT の方でですね、ワクチンの接種に関してその診療機関で その接種というのを、一つまた考えるというので今日、そうした取り組みを、自民党の、から、作業部会の方から提言されるという話がありまして、北九州市の方は基本的には原則その集団接種ということで、そのワクチン接種を高齢者へのワクチン接種を進めていくということですけれども、その医療機関でのその接種というのを、その国の方として進めるようにと示した場合に、市としてできるようにというのを示した場合に、市として今後進め方としてどういうふうにしていくか、医療機関での接種というのも考えていくので、この辺についてお考えをお聞かせください。はい、このワクチンの接種は、市役所もですね、初めて経験するような大掛かりな重要なプロジェクトとなるわけであります。大事なことは確かな情報を市民にお知らせすることが肝要ではないかと。この件についてはそのワクチンがどのような種類があって、いつからこの地域に回ってくるのか、いろんなことがですね、なかなかわからない状況の中で、手探りの中で、いろんな議論が進んできたところがあります。したがいまして、ある程度確かな情報をつかんでですね、それをもとにどうすれば効率的、確実に接種をできるかということについて議論は今まで鋭意しているわけでございますが、国の方針もですね、途中で補強する通知を出したりですね、また練馬区をはじめとして小分けについてもいろんな要望が出る、それはそれで、検討してはどうかという声も出るというふうに流動的な要素があります。したがいまして、私ども発信には非常に気を使っているところでありますが、重要なことは医師の協力がなければこの接種はできないわけでありまして、その意味で北九州市市会とですね、流動的な要素もあるわけでありますが、その中で我々どう進んでいくか、その準備作業について、しっかりと意見交換をして進めてきております。その点で、ファイザーという扱いが非常に、大変なものをですね、最初に高齢者のワクチンということで供給されるということだといたしますと、効率的に、行う、間違いなく接種をするためにはですね、
集団接種の状況をまず我々としても確保していく必要があると。加えまして、介護施設などに入所されている方に、体感等に来ていただくのも大変でございますし、そこには嘱託員の方もいらっしゃるでしょうから、巡回をしてですね、そこで、介護のスタッフから感染する場合もしばしばあったわけでありますので、国の方はそれを認めるという方針を追加してまいりましたので、そこでずっとやってみるとかですね、この集団の接種と巡回の接種というのは効率的な方法ではないかと思います。で、本来は診療所かかりつけ医がするということについてになりますが、このワクチンの配送するということも課題があるようですし、何といってもかかりつけ医クリニックにおきまして予約を取るっていう、結構事務作業になりますし、国の方はですね、誰がいつどのようなワクチンを接種したかを記録してですね、それを、まあ、できればリアルタイムで確認できるようにしたいという、そういうその記録の管理ということもおっしゃっておられる。で、こうしたことはですね、その医師にもそれなりの事務的な負担になるのではないかということと、それから接種した後ですね、しばらくちょっとそこに、待機して休んでいただくとということが求められておりますけれども、果たしてクリニックでそのような場所を確保できるかなどですね、クリニックにやるにしましてもいろんなことが検討されるだろうと思います。しかし考えてみると、基礎疾患のある方というのは多くの場合かかりつけ医をお持ちでございますし、そのお医者さんは、まあ、体感にとりも、まあ、13会場はありますけれども、意外と身近なところにあるかもしれません。まあ、そういった意味でそのワクチンの状況にもよりますけれども、国がですね、新たに小分けをしてクリニックでもできるという選択肢を示した場合にはですね、医師会と協議をして対応いたしますが、それにしましてもですね、それを仮に認めるにしましても、やはり29万人の高齢者、そして介護の従事者がたくさんの従事者がいらっしゃいますが、間違いなくそれを進めていくためにはですね、やはり集団接種と巡回接種をする体制をしっかりすることではないか、したがって、13会場を作って明日の会議で確認をいたしますが、巡回接種につきましても高齢者の施設の方にですね、例えばそういうことを希望するかどうかと、何人、手を挙げるか、そういうことの調査を始めているという段階であります。小分けをしたクリニックについては国の方針を見極めたいと思います。ありがとうございます。すいません、西口の新聞です。発表案件の方で、ちょっと1点だけ、今回、まあ、3本柱ということで見てまして、まあ、その中で過去にの、まあ、蓄電池のところでさっき触れられたと思うんですけど、まあ、この、まあ、洋上風力にしても、まあ、太陽光にしても、まあ、やっぱり今、まあ、国としても力を入れる反面、そのまあいわゆる不安定性とかっていうのがあると思うんですけど、まあ、その点で、今回、まあ、この蓄電池を活用しているという点では、まあ、改めてその、再生エネルギー普及に向けての課題と、今回、まあ、この蓄電池の位置づけというのを改めて思います。はい、最初はソーラー発電からですね、かなり力を入れて国の自治体もスタートしたわけでありますが、不安定なところがあるということで、蓄電池というものをうまく組み合わせるということはいろいろと行われてきたわけでありまして、蓄電池がですね、効率よくですね、そしてまたコストの面でもですね、良くなってくると、かなり再生エネルギーの活用がするのではないかと、まあ、今まで言われてきたところであります。従いまして今事業者の中にも蓄電池にさらに、このしっかりと取り組んでですね、これをビジネスとして、
やってみようというところが出てきているということでありまして、コストの面でもかなりですね、新しい展開を期待できる状況になってまいりましたので、再生エネルギーの活用がですね、その今までの課題をクリアをしてかなり広がってくると、そういうチャンスに、近づいていると思います。したがいまして、これは再エネの利用というのはソーラーである、あるいはゴミ発電とか洋上風力だとか、そういうそのところを充実させることに加えて、蓄電池をうまく活用することでかなり広がるというふうに認識をしておりますので、蓄電池を活用するシステムの面でですね、モデル都市を目指したいというふうに考えております。で、どんどん貯めておきましてですね、安い時にそれを貯めて、高くなってくる時に保守するということで、いろんな展開が可能になるということです。ありがとうございます。まあ、北九州の場合は再エネの導入量というのは浜松に次いで、日本の政令市では2位となっておりまして、まもなく洋上風力が加わりますので、日本の自治体でトップになると思いますけれども、これまでその単価コストの問題であるとか、その不安定性であるとか、いろんな課題を認識しておりまして、なんとかそれをクリアできる方法はないかという長年検討した結果ですね、蓄電池の活用について道は開けると判断いたしまして、このことを打ち出したわけであります。すいません、禁止です。関連でお願いします。2021年度は約200施設から、まあ、スタートありますけども、まあ、市役所あるんですけども、これも大体この学校にしようとか、この場所にしようというのは大体この決まっているという考えでいいし、計画で、はい、今申し上げたプログラムというのは特に、大きな予算を必要とするというものではありませんので、そうした意味では方針を確定すればですね、直ちに、来年度中に、小中学校全部に、も含めて実施するということになります。わかりました。全体の1割ですね、公共施設。 NHK です。それに関連してなんですけれども、最後の方で周辺16市町の北九州都市圏域の拡大があるんですけれども、この拡大っていうのはなんかどういうイメージでこうもうすでに話し合いを進めていて、今後何年までに全員に食べるかというとか、具体的な、取り組みのスキームだったりとかで決まっているところになるでしょうか。まず脱炭素の取り組みについてですね、菅総理の決断と方針表明以来ですね、さまざまな自治体において関心が一気に高まってきていると感じています。したがいまして北九州はかつての公害克服から環境モデル都市として頑張ってきたわけでありますが、そうした環境というのはゴミの発電だったり、あるいは水道の施設の整備だったり、非常に幅が広いわけでありますが、ゴミとか水道とかそういう問題でもですね、周辺の自治体ともしっかりと連携を交流してきた経緯がありまして、お互いに脱炭素への取り組みが大事だという認識を高めてまいりましたので、一緒にできることがあれば取り組もうではないかという機運をの高まりを今感じています。で、この広域連携というのはこれまでもさまざまな面でですね、事業を着実に進めるために、意見交換を深めて努力をしておりますけれども、脱炭素で共同の取り組みというのはそれぞれの自治体にとって非常に重視されてきているので、テーマとしては非常にいいことだと思っております。朝日新聞の情報です。来年度の約200施設については、
ゴミ発電量、バイオマス発電で賄うということなんですけど、今実際にどれぐらいの発電量があるのか、それは来年度の200施設を賄えるぐらいなのかということを教えてください。再エネの令和2年の3月時点の水準によるとですね、太陽光が29万6千キロワット、風力が3万1千キロワット、バイオマスが8万2000キロワット、水力発電が1000、全部で41万1000キロワットということになっております。これらを活用して全体の1割の公共施設の電気を賄っていくということであります。この数字なんですけど、今日関係の設定です。ちょっと加速してください。はい、環境局地域エネルギー課長岡島と申します。来年度、2000施設の約200施設をするとございますが、現在北九州市の主要施設で約2000系で使っております電気量が、1年間で2億4 5000万キロワットアワーでございます。でそのうちこの200施設で、10分の1、となりますので、大体、2400キロワットアワーになります。でこれに対しまして、現在北九州市のゴミ工場で年間に発電しております電力量が1億4000万キロワットぐらいでございますので、十分足りるというふうに考えています。その他発表本部についてご質問ございますか。発表本部以外の意味で質問させていただきます。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長の女性がたくさん入っている理事会は時間がかかるという発言には批判が強まっております。市長ご自身は4期目の政策大綱で、市の審議会等の女性委員比率5割を維持します。と市役所においては2040年に女性管理職 40% を目指しますというふうに掲げておられました。男女共同参画を重視している市長は、森会長の発言をどのように受け止められたのか聞かせていただいてもいいでしょうか。多くの国民の声、女性のみならず、発言については批判、2人の声が寄せられているということは連日メディアで報道されている通りでありまして、遺憾であります。森氏自身が発言を撤回されてですね、謝罪をされたということであります。そしてオリンピック組織委員長、オリンピック組織の会長ですね、このオリンピック憲章というのがありますが、それを見ますとですね、基本的な人権といいますか、これに対する配慮というのはしっかりとそこに謳われておりましてですね、私どもは性的少数者の権利をどう守るかという議論がかつてあったときに、多くの識者はですね、オリンピック憲章にはそうしたことへの配慮というものが明確に打たれているということを、想起いたします。そうした意味でもですね、オリンピックというのはこの人間としてのそうした生き方、権利というものを大事にするということを憲章で謳っていることもありますので、それが内外のオリンピックの関係者からも強い批判が出た背景ではないかと思います。どうされるかというのはいろんな方が発言をされていますので、それを国民の一人として守るわけでありますけれども、発言自体は撤回されたとはいえ遺憾な内容だと考えています。ありがとうございました。これよろしいですか。よろしいです。一部報道などで福岡県を含む3県が
緊急事態宣言の先行解除の対象になる方針というものがありますが、今の北九州の状況を先ほどもグラフで説明していただきましたが、市長としては先行解除についてはどのようにご覧になっているか、もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか。この福岡さんはグラフをもう一回、最後のグラフを出してもらいたいと思いますが、市民事業者のご理解とご協力によってですね、ステージ2までこの落ち着いているところが、この6つの指標の中で4つもあるわけですね。そして療養されている方の数も減ってきておりますので、これもまもなくステージ2まで行くと思います。しかしこの病床の占有率という点で、高止まりしているわけです。このことは大変重いことだと自分は思います。全体を見るとですね、落ち着いていくことは大変、私ども、嬉しいことではあるんですけれども、そもそもコロナ対応の急所といいますか、最も大事な点は、この医療提供体制を守りきれるかどうかでありまして、そうした意味でこの病床の確保というのは最も重要なポイントだと自分は思っております。それからするとですね、このステージ4の状況は何としてでも改善をしないとですね、自分はしたくてもですね、緊急事態宣言を一日も早く解除してほしいと願う市民の国民の一人ではあるんですけれども、この状況のままでですね、宣言を解除して良いのかという疑問を感じます。したがいまして、この病床の確保というのは福岡県か都道府県県単位でもって、国と連携をしながら、それを安定させるという方針になっておりまして、市としてはですね、日頃から医療機関とはいろんなパイプがありますし、連携もしておりますから協力はしますけれども、県単位でこの病床の確保の状況を見るということになっておりますので、福岡県の状況もまだ落ち着いていません。まだ赤いこのレッド4ステージ4の段階がありますので、この段階で、この宣言の解除というのは、やはり新たな不安をですね、医療関係者や県民に与えるのではないかと思います。とにかく解除できるかどうかは、このステージ4にある病床の使用率、これを安定させることにかかっていると思います。ありがとうございます。ご質問ございますか。はい、以上で終わります。ありがとうございました。